5月1日に開通25年を迎えるしまなみ海道についてお伝えしていきます。浅山さん、利用されたことなどはいかがですか？はい、何度かオフシーズンにありますね。そうですか、はい、景色なんかがね、やっぱりいいですよね。綺麗ですよね、はい、もう走ってて気持ちいいですよね。ちょっと簡単に説明しておきます。しまなみ海道は尾道市と愛媛県の今治市を結びます。大きく分けて6つの島を7つの橋でつないでいるというのがしまなみ海道です。1999年の5月1日に開通したわけなんですが、当時の様子ご覧ください。開通式の様子です。建設の着手から24年の時を経て完成しました。ババさんはもうすでにこれ入社している年ということなんですけれども。いや、本当に覚えてますよ。愛媛のテレビ局と特別番組をして、だからお互い中継つないで、はい、もうお祭り騒ぎでしたよ、現在の天皇皇后両陛下も瀬戸田パーキングで行われた開通記念式典にも出席されたということなんですね。観光振興や経済発展に期待を込めて作られたのがこの橋ということなんです。そしてしまなみ海道といえばもう一つ、サイクリングロードということで、全長70キロ。森さんはこれ、自転車で渡られたことが。そう、私自転車でそれこそ今治まで行きまして、はい、ただ橋それぞれ渡るときに、橋を渡るということは坂道登っていかないといけないんですよね、はい、それが結構しんどいんですけれども、その上からの絶景が素晴らしくて、あとたたら大橋の泣き流とかね、手パーンと立てたら響いて帰ってくるっていう、はい、いい旅でした。これだから島など降りると70キロ以上のコースも楽しめるんですよ、そう、140キロコースとかサイクリング大会ではあったりするルートなんですけれども、国がこれナショナルサイクルルートということで、本当に海外の人に向けても PR していきましょうということなんですね、本当にこう受け入れ環境もしっかり整っているというのが条件で、観光価値や地域の魅力を向上させていこうというふうに今もいろんな取り組みが行われていると。浅山さん、自転車で通ると通行料ってこれいくらぐらいすると思います、トータル。どうなんですか、一個一個にかかるんですかね。そうなんです。ってなるとやっぱ全部でってなるとやっぱ3000円ぐらいは。今はですね、実は2014年からこれタダなんです、そうなんです。2026年3月末まで。そうなんですか。で、もともとはまあ大体50円から200円ぐらいなんですけれども、トータルするとそれなりの値段がかかってしまいますよね、はい、それが今タダで楽しめるということで、本当にこうサイクリングを体感してもらって、地域の振興に役立てたいという思いが込められているということなんですね、はい、でレンタルサイクリングも非常にこう今人気になってまして、でこれ通行料無料化してからはもう倍にご覧のように増えてるんですね、コロナ禍前で。コロナ禍でやっぱりこう少し落ち込んだんですけれども、またまたどんどん増えてきているという現状なんですね。さあ、それだけいろんな人にとってサイクリングがこう身近になってきているなということを感じるのが、グランツール瀬戸内という大会が行われたんですけど、そこでも感じることができました。もう本当にたくさんの方が参加されていまして、2000人を超える参加者で、このように本当にこう本格的にサイクリングを楽しむという方もいらっしゃれば、親子でこう、ね、参加される方、お父さんはこれ100キロ以上の道のりをママチャリで参加されたりだとか、あとはこう自分の故郷をサイクリング仲間に伝えたいということで、みんな友達を招いて一緒にこうしたサイクリングを楽しむということ。さらにこのしまなみ海道の島に移住して、何かこの大会で成し遂げたいという方も参加されていますので、広島テレビでも5月6日放送しますので、その時の様子をご覧いただければと。本当にこう自転車、それからしまなみ海道に寄せる人々の思いというのがね、いろんなこう試みあるんだなという感じがしました。さあ、その中でも私がですね、注目したいのがこのサイクリングロードだけではなく、宿泊施設も本当に充実しているんです。特に瀬戸田に注目してみます。で、潮町商店街の一番こう海側に面したところにあるのがこのソイル瀬戸田という建物。1階はカフェとかレストランになっていて、町の人、さらには観光客も多く訪れる。で、2階はご覧のように海を眺めながら宿泊できる、もうこういった施設も今どんどんとできてきているんですね、はい、で、さらにはグランピングも非常にこう今多くなっていまして、2021年にこちらオープンしましたグランドーム瀬戸内しまなみ。しまなみ海道でサイクリングをした人もここに泊まっていったりすることもあるそうですし、ゴールデンウィークもまだ日によっては空きがあるということですので、こういった楽しみ方もできるかなという感じですね。
ちょっと行ってみたいですよね。行ってみたいですね。特に天気のいい日などは良さそうですよね。でさらに開通イベントとして私が注目しているのがこちら、この大浜パーキングエリアの上下、瀬戸田パーキングエリア、そして来島海峡サービスエリアで行われるのが橋カードプレゼントと、5月11日から行われます。橋カードとは何なのかと言いますと、こうしたポイント近くにある橋が写真で印字されているんですね。で裏には橋の情報などもあります。これが非売品でこうしたイベントの時にだけプレゼントされるそうなんです。でこの4カ所のパーキングエリア、サービスエリア、先着で、それぞれこのカードが600枚ずつ配られるんですね。でこのカード3枚集めて売店などに行くと、この7つの橋がつないでいます。7つの橋をコンプリートしたセットをもらうことができる、すごい、はい、でもそれぞれ25名ずつということなので、この期間にね、もうそれだけでこうパーキングとか寄りたくなっちゃうなという感じもしますけれども、ゴールデンウィーク、そしてゴールデン以降の楽しみも皆さん感じてみてください。しまなみ海道についてお伝えしました。